話題を一つお伝えします。外国の文化に関心を深めてもらおうというコンサートが埼玉県本庄市で開かれました。全国各地で演奏活動しているブラジルのプロのバンドが招かれ、サンバやボサノバなど10曲余りを演奏しました。華やかな衣装のダンサーが踊る場面もあり、集まった人たちは本場の音楽を堪能していました。関東地方と周辺各地の明日の天気です。